皆さんこんにちは。今回はエドワード・グリーンの達成スリップオン。ポートランドのご紹介です。今回エドワード・グリーンのタッセルスリップオンポートランドということなんですけども、タッセルスリップオンというと前回クロケット&ジョーンズのブラックコレクションでキャビンディッシュご紹介しました。ただそちらのボリューム感あふれるデザインとは非常にこう対照的なこの華奢な繊細なルックスが特徴のポートランド。素材はですねベビーカーフスウェードと呼ばれている大変こう柔らかくてですねシルキーな質感が特徴のスエードを使用しています。これだけこう繊細な質感のスエードなかなか見る機会ないですね。そして中はアンラインド、これライニングですね。内張りがない仕様、内張りどころかですねこうかかととつま先のこう芯材も入っていない非常に柔らかい作りになっています。ちょっとこうあったかい季節になったら素足履きしたいなという感じの非常にこう柔らかい質感ですね。ソールもこう大変薄くて柔らかいものがついています。まあポートランドこのような作りですので、まあ激しく動き回るというよりはやはりこうリラックスして履くようなシチュエーションが非常に似合う一足です。まあ、ちなみにうちの商品統括おすすめの使い方は飛行機の機内履きということでした。まあ、ちょっと贅沢すぎるかなとは思うんですけども極上のトラベルスリッパーとして活用してもらうのも面白いかとは思います。ただ1点ご注意いただきたいのは、まあ、スリッパといっても普通にこうレザーソールついてますので家の中では履かないでください。まあ、飛行機の中であったりとかホテルなんかでこうリラックス用に使ってもらうというのがいいのかなと思います。こちらのポートランドこの極薄のソールと柔らかいアッパーの組み合わせでなんとこんなにコンパクトになります。もう本当に究極のトラベルスリッパですね。こちら展開カラーは3色このメイスという色名スパイスから来ているようですが確かにこんな色をしてますね。ラストはですねスリッパ用の389というラストを使っています。まあ、非常にベーシックなこのラウンド2なんですけどもまあこうスリッパ用ということで非常にフィット感も良くてですねこの柔らかい作りと相まって大変履きやすい一足となっています。まあ、昔からエドワード・グリーンご存知の皆さんからすると、まあ、どうしてもですねこういったあのストレートチップのチェルシーとかUチップの最高傑作であるこういうドーバーですね、まあ、あのこういった靴もいずれご紹介はしたいと思っていますが、まあ、どうしてもこういう、まあ、有名な靴の方に注目しがちだとは思うんですけども今回ご紹介したような、まあ、ポートランドみたいな、まあ、非常にこうカジュアルでこうラグジュアリーな靴というのはですね今あの世界中のハイブランドがみんなこう推してきてるんですよね。でどうしても日本人のユーザーってこう昔からいいと言われているものをすごくこう好む傾向はあるんですがメーカーというのは実はこういろいろ新しいものを出してきています。ですので皆さん、まあ、昔の名作は名作でもちろんいいんですがちょっとこういった新しいものにもぜひ目を向けてみていただきたい。まあ、こういったラグジュアリーなスリッパあまり皆さんこう注目する機会がないとは思うんですが非常に素晴らしい出来ですので一度ちょっと足入れしてみてください。ちょっとこんなので休日とか、まあ、オフタイム過ごしてみるのもいいんじゃないかなと思えるような仕上がりになっていると思います。こちらの動画では商品やイベントなどさまざまな情報を発信していきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ぜひ登録お願いいたします。今日ご紹介した商品は概要欄に URL を貼っておきますのでぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。